モハメド・フォファナは、フランス・バルドアーズ県ゴネス出身のサッカー選手。FC ビーキンギーと所属。ポジションは DF。2004から05シーズンにトゥールーズ FC の下部組織からトップチームへ昇格。2005年4月2日、第31節 FC メッセンで84分に右 SB として出場し、リーグアン及びプロデビューを果たした。5月21日。 ホームに SM カーンを迎えた第37節で本職の CB としてフル出場した。2008から09シーズンはマウロセットとコンビを組み全試合出場し4位に貢献。しかし、翌シーズンは度重なる負傷や病気が原因でダニエル・コングレにレギュラーポジションを明け渡した。2010から11シーズンオフにセットが移籍したことにより、 新首相に就任したコングレと共にコンビを、組レギュラーの座を取り戻したかに思われたが、アランカサノバ監督はコングレと新加入の相面、アブデヌールのコンビを、ファーストチョイスに選び、公式戦6試合と出場機会が激減した。2012年6月4日、スタッドランスに3年契約で移籍。2016年8月2日、RC ランスに移籍した。2018年、 フィンランドの FC、ビーキンギトに移籍した。トゥールーズで以前指導を受けたアランジレス監督の下、2011年3月26日のアフリカネーションズカップ2012予選ジンバブエ戦に向けてマリ代表に初招集され、6月5日のジンバブエとの第2戦でデビューを果たした。翌年のアフリカネーションズカップ2012のメンバーに、 選出されたものの、大会前に行われた、東欧戦で太ももを痛めたことで欠場を余儀なくされた。フォーファナリジョイントルスタッドコアサンアン、モハメットフォーファナ、ディンプラスセントサージュイペーシェント、フォーファナシーニュアランス、モハメットフォーファナ、ギレッセミーベライ、モハメットフォーファナ、ポアモアルプラスインポータントエディーイダーエル。 エキップはセクワラファイアーポアラキャンクジュスはティチャレアウパ、カリルー、トラオレアンドモハメット・フォーファのアウトオブ・ネーションズ・カップ。ありがとうございます。